大先輩平間総一って聞いた瞬間はやばって思いましたけど、でもやっぱり大輔のすごいダンスとか大輔が持っているものとかは素敵だなって前から思ってたので、心の中はすごくこの役をすごく僕は取りたかったので、取りたかったしすごくやりがいのあるなって思って、台本を読ませていただいたりとかしてやりたい役だったので、僕のこの今できるこの最大限をこの五郎さんに見ていただこうと思って、よし頑張るぞって思って行ったところ、オーディションでこう五郎さんと初めましてした時に五郎さんが、お待ってた大ちゃんってこうやってやっていただいて、あ、初めまして、新原大輔と申しますって言いながら僕がこうグーをこう添えつつこうやらせていただいて、でもそれで僕はすごく緊張がほぐれて、五郎さんも多分僕がすごい緊張してるって多分分かってくださったんだと思うんですけど、すごく柔らかく接してくださって、撮れてよかった、やっててよかったって、今このやっている状況の中ですごいやっていてよかったなってすごく思ってます。そうですね、まあでもなんか21歳ですよね、21歳で頑張ってるなと思いつつも、やっぱり自分は21の時に多分そんなゴージャスでメインの役をやれるなんていう機会はなかったので、なんか今がチャンスだと思って、隙あらばこうがっついていけるチャンスってあるのになとかって思って見てるんですけど、いやーがむしゃらでしたね。今ががむしゃらじゃないかっていうと分かんないんですけど、とにかく何を頑張っていいかもう分かってなかったですし、なんか頑張ってるつもりになっているのがこの仕事の難しいところだなと思ってて、頑張り方ってやっぱいっぱいあるし、その頑張り方がじゃあ作品にとっていいのかどうかっていうのも本番開けてみないと分かんないことだし、なんか本当に目の前のことを必死こいてやるしかできなかった21歳だったなと思います。人生初ダブルキャストで、まあそのお相手が大先輩平間総一って聞いた瞬間はやばって思いましたけど、あ、総一さんかって思ってすごく不安だったんですけど、でもそれはもうちょっと前までの話で、実はいい意味でですよ、先輩感のないこう崩し具合っていうか、すごくこっちにこう寄り添ってくれるようなお話し方をされてさしてくださるので、大輔は大輔の龍の子を演じればいいよっていうふうにすごく言われていて、俺は俺、大輔は大輔で、それで全然いいと思う。ダブルキャストだからって同じにする必要性は全くないから、別に真似をしないでねっていうふうに言われて、で僕は最初はずっとそのダブルキャストっていうものが初めてだったので、僕は真似をしないといけないってずっと思ってて、そうじゃなかったことをすごくそこで初めてこう衝撃的にだったんですけど、そこを感じて、それがとても印象的です。割と自分の性格がそんなに先輩面ができないというか、面倒を見るっていう柄じゃないなって思いながら、でもやっぱり大輔のすごいダンスとか、なんていうんですかね、オーラというか大輔が持っているものとかは素敵だなって前から思ってたので、なんかあんまりこう先輩として面倒を見なきゃいけないとかって背負うのも違うなと思いながら、だから本当に自分にないものを持ってる美しいものが好き、美学が、なんか自分は割とそういうガラクタとかアスファルトとかなんかストリート文化に染まってきて、それが本当に心の底から美しいって思える、かっこいいってよりかはやっぱ美しいって思えるあれなんですけど、大輔はやっぱりそういうシアター系とかジャズとか、多分しなやかさとか綺麗なものに、本当の美しいって言われるものに美しさを感じるタイプで、だからその二人が龍の子を演じるってなると、多分目指してるものも全然違うんじゃないかなって思います。
僕がただこれは一つすごく思っているのは、ある種の純粋さがあるあの役だなとすごく思っていて、龍の子っていうこの役のあの子の教育とかその何かを教えてもらうっていうのはほぼ全て家臣伝からの教えでしかない状態なので、だからそれこそ固定概念は知らなかったりとか、こう愛とはっていうものを全く知らなかったり、家臣伝から教わったものが全てだと思っている子だなって思ってるので、そういう意味ではすごく純真無垢なこう純粋な男の子なのかなってすごく思ってます。いやーもう言うても僕自身が32歳なんで、なんかちょっと深いところでやりたいなと思っていて、やっぱりどこか寂しさを匂わせたいなって、強そうに見えるし、何も知らずにこう見ているとボス感というか強い人なんだろうなっていうのを前面に出しておきながらも、どっかに寂しさだったり、なんか自分のやっていることは果たして合ってるんだろうかって自分自身が思っちゃってるような、そして僕の設定では家臣伝のことを愛していて、姉さんでもありお母さんでもあり、自分の命を助けてくれた、まあ龍が拾ってきて家臣伝のもとに運ばれて育ててくれたんで、龍と二人でなんか自分の命が救われた人だって思うと、やっぱ愛情が勝手に生まれていて、愛しちゃいけない国だから自分が愛するってことをしちゃいけないって普通は多分思うんですけど、そこをなんかあえて破っていくというか、そういうとこから結構考えていったりします。いつも応援してくださっている皆様本当にありがとうございます。この人生初めてのダブルキャストという、そして地球ゴージャスのこの18年ぶりの伝説と呼ばれている作品に龍の子として出演させていただけること本当に光栄に思ってます。で僕もすっごい動いてるので、パワフルに動いてるので、皆さんこの作品を見てたくさん笑ってくれたら、笑って泣いて感動してくれたら嬉しいなと思っています。ぜひ見に来てください。新原大輔でした。バイバイ。すごい地球ゴージャスの作品は伝えたいこととかメッセージ性とかいろいろ重たいことだったり軽いことだったり人として考えさせられることがこうたくさんあるんですけども、基本的にはやっぱり楽しくてダンスがすごくて音楽が良くて、アクションも派手ですごい良くて、基本的にはやっぱり楽しんでいただきたいって思いで僕たちは演じてるので、この舞台を見て何かを感じ取っていただけたら嬉しいななんて思っております。なのでぜひ劇場に来てください。よろしくお願いします。